ただいまから財政金融委員会を開会をいたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに堀岩尾君、田中将司君、および浅田均君が委員を辞任され、その補欠として武見敬三君、松川るい君、および松沢重文君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 えー、財政および金融等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房令和5年経済対策物価高対応支援、令和4年物価賃金生活総合対策世帯給付金および令和3年経済対策世帯給付金等事業企画室次長、坂本元君ほか12名を政府参考人として出席を求め、 その説明を聴取することにご異議ございませんかご異議ないと認め採用決定をいたします財政及び金融等に関する調査を議題といたしますまず金融機能の再生のための金融措置に関する法律第5条の規定に基づく破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告に関する件について政府から説明を聴取をいたします 鈴木内閣特命担当大臣委員長おはようございます令和5年6月27日に金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第5条に基づき破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出いたしました報告対象期間は令和4年10月1日以降 令和五年三月三十一日までとなっておりますご審議に先立ちましてその概要をご説明申し上げますまず今回の報告対象期間中に金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません次に預金保険機構による資金援助のうち救済金融機関等に対する金銭の贈与は 今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で19兆319億円となっております。また、預金保険機構による破綻金融機関等からの資産の買い取りは、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で6兆5192億円となっております。なお、預金保険機構の政府保証付き借入等の残高は、 令和5年3月31日現在、各環状合計で1兆億円となっております。ただいま概要をご説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理等に関しては、これまでも適時適切に所要の措置を講じることに努めてきたところであります。金融庁といたしましては、今後とも各金融機関の健全性にも配慮しつつ、金融システムの安定確保に向けて、 万全を期してまいる所存でございますご審議のほどよろしくお願い申し上げます以上で説明の聴取は終わりましたこれより質疑を行います質疑のある方は順次ご発言願います熊谷博人君おはようございます立憲社民熊谷博人でございます FRC の報告は特になかったということ、中身はなかったということでございますけれどあの後ほど質問させていただきますが、金融機関、かなり傷んでいるところもございますので、注意深く金融機関の経営状況については、党委員会でもしっかりと監視をしていかなければいけないなというふうに思っております。最初はあの、急激な円安対策について、いくつか質問させていただきたいと思います。 経済と国民生活への影響について最初にお伺いをさせていただきたいと思いますが4月の日銀の政策決定会合の後に円安が急激に進展をしております一時期160円を1ドル160円を超える水準まで34年ぶりの円安水準まで 円安が進行いたたししましたその後私は政府が為替介入を2回ほどしたというふうに思っておりますけれど、まあ、正式に発表まだされておりませんが、円高の方向に触れました、ただ、その一時期151円まで円高に触れたのが、今また156円の後半で推移しておりまして、先ほど確認をしましたら、本日の為替レートは1ドル156円。 85銭から95銭ぐらいあ、もうすぐ157円というような水準で推移をしているようでございます。この17日の日経新聞に出ていたんですけれど、この為替水準の、為替の相場の変動を見てですね、 日本の企業は業績判断のための確定カーセレートの設定に苦心をしているという記事がございました。外需型の企業にとっては、円安は企業業績プラスの要因になるというふうに思われておりますけれど、ある証券会社の資産では、 あタイドルで円が1円円安になると、主要企業の経営利益は0.4%押し上げられるというような試算も出ているところでございます、えー、それより、えー、もうー、まあ、輸出企業においては、実質為替レートを円高に設定することで、まあ、あの企業の不足の事態に、えー、備えるというような状況が出ていて、えー、円安になって、その利益が。あ 円安で利益がこう上がるというか、為替益で利益の部分が上がっていくことで、緩衝材として使うという思惑もあるようでございまして、えー、そのようなことで円安,円安は対輸出企業についてはいい、ただ、えー、内需型の輸入に、えー、内需型の企業は円安はあの、えー、逆に言うとかなりの、その、 厳しい状況、実生価格も150円ぐらいにその輸入企業では設定をしているというような状況の記事がありました、全平均で144円ぐらいが適正だというような記事もあって、その私も前回の委員会でも指摘をさせていただきましたが、今の水準は、 行き過ぎだというふうに私自身は思っておりまして、そのときの答弁で財務大臣から、滑走馬、ファンダメンタルズを反映して、安定的に推移することが重要であるというような認識を示さ,示さ,せ,て示示示させていただいておりますけれど、えー、この4月から5月に、 起きたこの急激な円安というのは、本当にこのファンダメンタルズを反映しているものなのか、それとも、そしてそのファンダメンタルズを反映していないということであっても、反映しているということであっても、この急激な円安というのは、我が国の経済と生活に、 国民生活に多大な影響があるというふうに私は思っておりますが、その影響についてどのように認識をしているか、財務大臣のご認識をまずお尋ねをしたいと思います、はい、鈴木大臣。為替相場はあの、ファンダメンタルズを反映して安定的に推移することが、まあ、重要であり、過度の変動は望ましくないと、従来からあの答弁をさせていただいております。あの熊谷先生ががご指摘のととおりり急激な動きがありますと やはり企業もこれからの企業方針、そういうものが立てにくくなるというようなこともあるわけでありまして、安定的に推移することが望ましいと考えております。でその上で えー、この足元の円安が日本経済、国民生活に及ぼす影響についてということでございますが、あのこれももうすでにあの先生からご指摘のあった通りでありまして、まあ、一般論として、えー、輸出や海外転換をしている企業の収益、これはまあ改善をする一方で、えー、輸入価格の上昇を通じて、企業や消費者の負担増になるなど、プラス面、マイナス面の双方が、 あると考えております、まあ、あのプラス面、マイナス面、双方あるわけでありますが、今、あの政府といたしましては、えー、この物価高騰を上回る賃上げを、賃金をこの実現をするということが、まあ、大きな政策目標になっておりますので、えー、今の時点におきましては、やはり円安がもたらすマイナス面、 その方が強く懸念をされる状況にあると、そのように認識をしているところでございますあの。いずれにいたしましても、政府としては引き続き、為替市場の動向、これをしっかりと注視をして、そして必要行事、万全の対応を行ってまいりたいと考えているところです。 人、はいえー、君、はいえー、ありがとうございますただあの、今の円安の状況で,です、ねえー、かなりの企業もあの輸入物価の高騰で、その値上げをせざるをえない、えー、というところで、本当に価格転嫁ができているのかというところも、えー、非常に、えー、心配なところでもありますし、えー、消費者としてもです、ねえー、国民生活の中で、 えー、さまざまな物品が今ものすごく高くなっています。私もあのよくスーパーに買い物に行くんですけどいろんなものが高くなっているなと、それからあの値段が倹約されてても中身が少なくなっているというようなあの値上げの仕方もあったりしてですね、かなり影響を受けていると思います。その影響を受けている企業やあ国民に向けてですね、今あのさらに。 賃上げをしていただきましたけれど他の方策も含めてです、ね、この円安対策、何か支援をしなければいけないというふうに今、考えておりますけれど現時点で他にあの財務大臣として、政府として、えー、この急激な円安対策に対しての支援策があれば、ご見解をお示しをいただければと思います。はい、鈴木大臣 あの先ほど申し上げましたとおり円安にはプラス面それからマイナス面双方があるわけでありますがまあとりわけ現在マイナス面の影響について強い懸念を持っているところでございますあの政府としてはこれまで低所得者子育て世帯への給付金や生活者事業者支援として広く活用できる重点支援地方交付金によりまして 目の前の物価上昇に対応してまいりました。また、物価上昇に負けない所得、賃金の増加を実現するため、賃上げ促進税制や価格転嫁対策、定額減税などを通じまして、円安のマイナス面の影響の緩和を図っていくこととしております。何か加えて新しいことをがあるのかという、そういうご趣旨のご質問であると思いますが、当面、 今行っているものをしっかりと前に進めることが大切であると思っております。あの今後とも為替が日本経済や国民生活に与える影響を的確に分析をしながら適切な対応を取ってまいりたいと考えているところであります。はい、熊谷弘人君。 はい、あの円安対策については、なかなかいろいろ難しい面も多々あるかと思いますが、えー、もう一問だけ、円安対策について質問させていただきたいと思います。あの先ほど、為替介入2回ほどあったんではないかというふうに、私は思っているというふうに発言をさせていただきましたけれど政府としては5月の31日に、えー、あったかどうかということを、 まあ、公表していただく予定になっておりますけれどあの、民間のエコノミストの皆さんからすると、この2回あったとされている感染介入で、かなりの感染利益があったのではないかと。 兆、えー、円台、えー、2兆円ともそれ以上とも言われている、その為替の差益、えー、で、えー、利益があったんではないかというふうに言われておりますし、私もそうであったんではないかなというふうに思っております。えー、このの介入の実績を、まあ、あのまとめて、えー 市販機ごとですかね、まとめて公表ということになっておりますけれど、どれくらいの利益が出たのかということも、私は公表するべきではないかなというふうに思っておりますし、えー、この、もし利益が出ているときはあの、外国為替、えー、資金の特別会計に入って、一般会計に回ってくることになるんだなというふうに思ってはおりますけれど、えー、この利益が出た分ですね、先ほど、 今、質問させていただきましたけど、今まさに苦しんでいる企業や国民、消費者に、すぐにでも還元をするべきではないかなというふうに思っておりますが、この利益をその足元のです、ね、苦しんでいる企業や国民にすぐさま還元をするというようなお考えがあるやなしかを、大臣のご見解、をお尋ねをしたいと思います。はい、鈴木大臣。 あのまずあの為替介入につきましては、のその実施の有無も含めまして、お答えは控えさせていただきますが、為替介入の実績につきましては、1か月の介入総額,総額につきましては、毎月末に、それから日時の介入額や介入通貨については、四半期ごとに、 ディスクロージャーの観点から定期的に公表をしているところでありますそして、為替介入に伴う売却益がについてでありますが、一般論として、外為特会においては、法令にのっとり、例えば外国為替等の売却額が、基準外国為替相場による評価額を超過した場合には、 当該超過額を差益とととししてて計上すすることとしておりますあのその上で、えー、たとえ介入実績が公表された後であっても、個々の介入、為替介入の取引の差益あの売却益の金額を明らかにすると、その為替介入に伴う取引の具体的な内容について、さまざ、あ、まな憶測を招き、 市場に不足の影響を及ぼす恐れがあることからお答えは控えさせていただいているところでございます。で、その上で、あの為替介入によってまあ差益が得たならば、あその円化は活用できないのかというお尋ねもございましたが、あの外為特会の外貨資産はあ元々政府短期証券を元でに保有しているものであります。 あの従いまして、為替介入で円価を得た場合には、償還期限を迎える政府短期証券の償還に充てることが法令上求められております。あのこのため、為替介入で得た円価については、まずは政府短期証券,証券の償還に充てることとなりますでそそ。他方で、為替介入に伴う売買取引により発生する債痍等については、 会計上、その他の歳入と歳出を合計した上で、歳入が上回れば決算剰余金となりますが、この剰余金につきましては、これまでも外為特会の財務状況や一般会計の財政状況を勘案しながら、一般会計への繰り入れを行ってきたところであります。あの従いいいましててて為替介入にに伴い発生する再起分については決算常用金を通じて 活用されているということであります、はい、熊谷大人君。はい、今、活用されているということでありますけれども、まあ、決算剰余金となると、かなり先に活用されることになるのかなというふうに思っておりまして、まあ、すぐにはなかなか難しいという答弁だったと思います。 何かこう、知恵が出せないかなというふうに思っておりますので、私もこれからまた、ない頭を絞ってみたいというふうに思っております。川瀬の方は、これまでにさせていただいて、次は地元ホールディングスへの対応について、お尋ねをさせていただきたいと思います。 公的資金による議決権の発生についてというような記事がございました、その5月の20日に、えー、東北の平屋川銀行と仙台銀行を傘下に置く地元ホールディングスの議決権の63%を金融庁が保有するという報道があを目にしました。 そのこの地元ホールディングスはです、ね、金融機能強化法に基づく国の資本参加もこれまでも受けておりまして、えー、昨年9月には3回目、えー、新型コロナウイルス感染症の特例によって、資本参加を受けているというふうに認識をしております。えー、今回は、資本参加に用いられているあの優先株,株のですね、 えー、配,当で配当ができない場合に、一時的に議決権を金融庁が持つということになっているようでございますが、えー、金融担当大臣として5月の21日の記者会見で、同様の例は過去にもあるんだというようなこと、それから、いわゆる国有化とは全く性格を意味するものだというふうに述べておりますが、 やはり一時的に国が議決権を保有するというのは、私は異例ではないかなというふうに思っておりまして、これまで同様な例というのがどのようなものがあって、事実関係はどうなっていたのかを、まず金融庁にお伺いをいたします。そしてこのの議決権の発生と預金保険法などによる一時国有化と どのような違いがあるのかをご説明をお願いしたいと思いますはい、金融庁伊藤監督局長お答え申し上げます、えー、事実関係でございますけれども今回地元ホールディングスは2024年3月期の配当を無配とする方針を公表しているところでございまして国が保有する優先株式は直近の株主総会において配当が無配となる場合には 発発行要項等ににに基づき、無敗の期間、一時的に国に利欠権が発生すす。ることとなっております過去の同様の事例といたしましては、仙台銀行が2012年3月期において、東日本大震災関連の追加損失計上に伴い、国が保有する優先株式への配当を無配としたことで、約72%の利欠権が発生した事例がございます。 でまた、ー地元ホー,ルホールディングスに対する国の資本参加でございますけれども、金融機能強化法に基づいて、金融機能の強化を通じて、地域における経済の活性化を図ることを目的とするものでございまして、その過程で一時的に決戦が発生したものでございます。えー、以上でございいいます、はいえー、熊谷人君、はい、今ご答弁たただいたようにあの 東北大震災のときにも、この地元ホールディングス傘下の仙台銀行に同じような事例があったというご答弁でありましたけれどこの地元ホールディングスは、ですねこのもう一つのきらやか銀行も、ですね貸し出し債権の回収不能で、この、え、ー 国の方からです、ね、公的資金を入れているんですけども、その返済、えー、資金の200億円の返済が困難になったということで、えー、返済期限の、えー、延期の協議を行うという意向が示されているところでもあると認識をしております。えー、このの公的資金のですね、えー 返済については、過去にも、ね、SBI 申請銀行などで全額返済に至っていない事例もあるというふうに思っておりますけれどあの、今回のこの地元ホールディングスについては、昨年9月の資本参加の際にもです、ね、コロナ禍による業績悪化と異なる 事情で不良債権問題がこうあって、それがこう懸念をされているという見方もあったようでございますが、金融庁としては、この資本参加に際して、地元ホールディングスや、参加のキラやか銀行の経営上の課題について、どのような認識を持った上で、資本参加を認める判断をしたのか、説明をいただきたいのと。 地元ホールディングスや傘下のきらやか銀行に対して、返済期限をです、ね、超える公的資金の扱いを含めて、どのような監督上の対応をこれからしていくのか、その件について、ご説明をお願いしたいと思います、はい、鈴木大臣 <laughs> あの地元ホールディングスにつきましては、昨年9月、 金融機能強化法のコロナ特例に基づきまして、資本参加を行ったところであります、180億円であります。あの地元ホールディングスやきらやか銀行の経営課題につきましては、その営業地域は人口減少等が進んでいた上に、コロナ禍や足元の物価高等により、経営上の課題を抱えている企業が多いといった課題があったと。 また、資本参加時の判断につきましては、昨年の資本参加申請時に、地元ホールディングスが策定した経営強化計画について、金融機能強化審査会の意見内容も踏まえながら、取引先の抜本的な事業再生支援に取り組むための予信関係費用の計上も含め、 地域の中小企業者に対する金融の円滑化が見込まれることや、地域経済の活性化に資するものであることなどについて、金融庁として審査を行い、同計画が法令上の要件に適合していると判断したものであります。あのまあ、今後の対応につきましては、えー、先日4月26日に、きらやか銀行を傘下に持ちます地元ホールディングスは、 2024年3月期決算の業績予想の下方修正と合わせ、本年9月に予定していた公的資金の返済時期の見直しについて、国との協議を開始する旨を公表したところです。現在、金融庁では、地元ホールディングスと当該協議を行っているところでありますので、そのプロセスの詳細については、 あの個別校に関わることでありまましててコメントは控えさせていただきますあの金融庁としては、地元ホールディングスについては、金融機能強化法の制度趣旨に基づき、地元企業の下支えを通じて、地域経済の活性化を図るとの観点から、今後、提出される経営強化計画の内容について、適切に審査の上その実着実な実行について、モニタリングをしていく方針であります。 あの今回の協議についても、地元企業の下支えを通じて、地域経済の活性化を図るという観点から、適切に対応してまいります、はい、熊谷宏人君、はいえー。かなりいろいろな問題がある中でも、まあ、地域経済のためにしっかりとあの監督をしていかなければいけないというご答弁をいただきました。あの まあ東北地域は本当に人口減少もありますし、まだまだ復興から完全に立ち直っていないという状況もございますので、慎重にあの金融庁としても監督をしながら、地元経済に影響がないように、しっかりと指導をお願いをしたいというふうに思っております。今、答弁にありました金融機能強化法について、一つご質問させていただきたいと思います。あのー さまざ、あ、まな事象があって、ですね、えー、この金融機能強化法、えー、弾力的な運用がなされていたところですけれど、えー、長期間、あの資本参加をもらっているけれど、やはりあの経営難から脱却できない、えー、という金融機関も少なからずあるんではないかなというふうに思っております。あの今話題にしましまたあの キライカ銀行、仙台銀行なんかもそうなのかなというふうに思っておりますけれど、えーまあ他にもたくさんその、かなり厳しい状況になっている、えー、中小の金融機関あると思っておりますが、個々の金融機関の経営状況や、中小企業、金融の円滑化に対する貢献などで、資本差減の効果を これまでどのようにこの金融強化法を適用することで効果があったというふうに金融庁は思っているのか、そしてこの強化法の申請期限は2026年3月末までというふうにされているというふうに認識をしておりますが、この申請期間経過後の資本参加のあり方について、どのように金融庁として考えているのか、ご説明をお願いします。はい、鈴木大臣 あの資本参加金融機関に対しましては、法令上、国の資本参加時に策定する経営強化計画におきまして中小、中小規模事業者等に対する円滑な資金繰り支援と、経営助言を通じた経営改善支援、地域における顧客紹介など、地域経済の活性化に資するための方策を定めることとされており、資本参加後は、 半期ごとに計画の履行状況について報告を求め、フォローアップを行うとともに、この履行状況を金融庁において公表することにより、より一層の取り,組みを取り組みの進捗を促していくこととしております。あの先生から資本参加の効果をどのように検証し,どのように検証しているかと、こういうことでありますが、以上のようなことを行いながら、 金融庁といたしましては、各資本参加金融機関は全体としてみれば、経営強化計画に基づく取り組みをこれまで着実に実施し、地域経済の活性化等に貢献していると、そのように評価をしているところであります。また、新規資本参加の申請期限の終了後の既存の資本参加校に対する監督上の対応につきましては、 現在と変わることなく、関西までの間、これまで申し上げたよう,なように、モニタリング等を通じまして、地域への貢献を促してまいります、はい、熊谷博人君あの、まあ。地域への貢献というところが最大の,あの焦点だと思っておりますのであの、慎重にモニタリングをして進めていただきたいなというふうに思っております。え続いてあのこれもあの 昨今話題になりました農林中金の資本増強について、これもあの聞かせていただきたいなというふうに思っております、24年度の決算で純,利純総益5000億円が発生をすると見込まれておって、総額1.2兆円の資本増強を行うべきだということで、JA グループと協議をしているという内容の記事がありました。 えーまあ、農林中金、あのー、農協や漁協といったところの皆さん、えー、の経営を支えているものというふうに認識をしておりますけれど、えー、この農林中金がです、ね、今回、このような事態に陥ったことについてです、ね、監督 官庁であります農水省と金融庁は、どのように受け止めているのか、それぞれご所見をお伺いしたいと思います、はいはい、金融庁、伊藤監督局長。お答え申し上げます。 今般の農林中金の状況でございますけれども、米国等での金利上昇に伴い、外国債券等を中心に保有する有価証券の評価損を含めた損失が生じているということでございまして、ただし、規制水準を超える十分な自己資本を有しているという状況であるというふうに認識をしております。今今回のの資本増強の目的でございますすけれどもも後高金利環境が継続する可能性も 視野にに入れて健全性に重点を置く経営の継続と中長期的な収益性強化に向けた投資余力を確保するため、経営判断として、有価証券運用の損失処理と資本増強の検討を行っているということであるというふうに承知しておりまして、私どもといたしましては、これまでもそうでございますけれども、農林地域に対しまして収益源の多様化、また外国有価証券運用が多いことを踏まえたリスク管理体制の高度化、 リスク量を踏まえた十分な資本の確保を促すと,とともに、その進捗を確認するという監督をしてまいりたいというふうに考えております。はい、農林水産省大臣官房、勝野審議官。 お答えさせていただきます、えー、先週22日、えー、農林中央金庫は、令和5年度の経常利益が単体ベースで1195億円、えー、令和6年3月末時点の自己資本比率が16.43%となった一方、今期、令和6年度の通算決算については、えー、5000億円超の赤字を見込んでいる。 ということそれから1兆2000億の資本調達について農林中央金庫の出資者である検討金融系統金融機関と協議を行っているという発表をしたところでございますえ農林水産省といたしましては農林中央金庫の財務の健全性 は確保されてていいるとううふうに考えております資本調達につきましては、決定されたものではなく、農林中,金中央金庫を含む検討系統金融機関内部で今後、検討されるものであり、コメントをすることは差し控えさせていただきます。その上で、農林中央金庫は、農協などから預かった資金の運用収益を還元し、検討金融機関の経営基盤を強化する役割を担っております。 農林水産省といたしましては、引き続き金融庁とも連携し、金融市場の動向などを踏まえつつ、農林中央金庫の経営について十分注視をしてまいります。はい、熊谷裕人君、えー、ありがとうございます。あのただこれ農林中金って昔もあの1度ですね。この。 債券、えー、投資の比重が大きくて、えー、危機に陥ったことが一度あったと私は記憶をしているんですけれど、あのまあ、最近のポートフリーを見ても、ですねやっぱり債券への投資の比重が大,か大きかったというふうに私はあの思っております。 えー、このやっぱり外債に頼るまあ、あの金利が日本の国内の金利が低かったから外債に頼って収益をというのはあの形状よく分かる判断なんですけれどやはりちょっとリスク管理という面で不十分であったなというふうに私は思っております。えー、まあ、農林中金のですね、えー、この資産運用、えー、それから業務運営上の課題をどのように、えー、農林金融庁と農林省は、えー 検査監督をして把握してきたのか、そしてどのように今後はその経営状況を変えていかなければいけないというのは当然なんですけれど、どのようにこれから対応している方針なのかもお聞かせをいただければと思います、はい、金融庁、伊藤監督局長。お答え申し上げます。 先ほどのご答弁と重なるところはございますけれども、金融庁におきましては、農林中金について、ヒアリング、検査等の通年のモニタリングを実施しておりまして、 有価証券評価損の拡大を含めた米国金利上昇に伴う影響や当該影響を踏まえた自己資本の状況を含む経営状況について適時に把握を確認をしているところでございます。また金融庁ではこれまでも農林中期の保有する債券に相応の評価損や売却損が発生している状況を踏まえまして、えー、日頃の対話を通じまして、リスク管理体制の整備や高度化に向けた対応を求めてきたところでございます。 国内外の金利動向を含め、金融機関をめぐる経済・金融市場の動向は流動的であると考えておりまして、今後の対応については、引き続きこうした動向が農林中金の財務状況に与える影響を的確に把握するとともに、農林中金におけるリスク管理の課題について、対話を行うとともに、その高度化を求めていくなど、しっかりとモニタリングしていく所存でございます、はい、農林水産省大臣官房、勝野審議官。 答えさせていただきます。農林水産省といたしましては、農林中金における有価証券運用なども含めまして、同金庫からの報告やヒアリング、立ち入り検査などの通年のモニタリングを通じて状況の把握指導を行ってまいりました。農林水産省といたしましては引き続き金融庁と連携しまして、金融経済金融市場の動向がどう 金庫に与える影響を的確に把握するとともに、有価証券運用を含め、同金庫における適切なリスク管理体制の構築など、引き続き指導をしてまいります。熊谷宏人君。時間がまいりましたので、これで質問を終わらせていただきますがあの、残余の質問につきましては、また機会があれば質問させていただきたいと思います。ありがとうございました。